どうも、ボンジョルノ。ボンジョルノ。今日はどこでしょうか。東京に戻ってまいりました。これはドンムットーレ2週目になりますけども、はい、早速第1弾として今日はイームスハウス丸の内に来ております。はい、今日はね、まだ一人じゃちょっと寂しいんで、はい、スペシャルゲストを呼んでます。お、誰でしょう今日は。良い風呂でおなじみ、はい、伊藤に行ったら伊藤さんです。よっ。どうも、伊藤でございます。よろしくお願いします。顔が硬いですよ。顔久々ですからね、そうですね、まあ、頑張りますんで、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日はあの丸の内といったらね、やっぱりあのすごいお方いらっしゃる、レジェンドがいますからね。その方に今日はね、いろいろ話を聞いてみたいと思います。はい、はい、それじゃあね、ビームスハウス丸の内店到着しました。はい、高級な雰囲気ですね。あ、いらっしゃいましたね。あ、レジェンド。はい。伊藤さんもね、お世話になった。そうですね。はい、私もいろいろお世話になりました。ご紹介させていただきます。はい。いないサービスマスターになります。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。いないマネージャーがですね、今年つい70歳。すごい、まだビームスで、ね、現役で。ビームス愛が。ビームスで働いていただけるということでね、はい、バリバリやっていただきたいと思うんですけれども、はい、あの本当はあの僕らがビームスに入った時から ね、 そうですね、あのいろいろあの洋服に詳しく、そんなあのいないましたの今日のコーディネートどうですか。シャークスキン、シャークスキン、今日のポイントを一つお願いいたします。ポイントですか。はい、まあ、カラーコーディネートといいますか、一応グレー系でまとめているんですけど、その中のポイントでタイがちょっと茶系ですね、というところですかね。これあえて黒にしないところがね。なるほど。という感じですね。うん、ありがとうございます。で、今回からですね、あのちょっとドンブットの思考を変えまして、あのご紹介したスタッフが今シーズン注目している商品、はい、それを挙げてもらって、それをじゃあ僕と伊藤さんで、うん、あのまあ、コーディネートお話をしたいなという思考に変えましたので、なるほどです。つまり急で申し訳ないんですけど、ちょっとパーッとこう見ていただいて、じゃちょっとあの持ってきていただけますか。はいはい、今お持ちしましょう。よろしくお願いします。いますはい、伊藤ちゃんはあれ、イライマスターと一緒に仕事したことある？私はありますよ。もう私は丸の内時代？ですね、銀座時代です。あ、僕も銀座時代ね。そうなんです。あのイライマスターがね、その時、はい、店長。ね、そうですね、はい、でいろいろあの怒られたりしてましたよ、はい、あ、怖かったですか、はい、いろいろ怖くはね、すごくあの物腰の柔らかい方なんでね、その、うん、これやろうとかバカーとか言ったりはしない、冷静な自然な怒りが、あ、一番怖いやつだよ、そうです、一番怖いやつそうですね、それでね、あのかなり長い期間、もう僕も伊藤さんもね、銀座店ではそうですね、いないマスターにお世話になったんですけども、はいはい、それで今丸の内も、もう丸の内も十何年いらっしゃるんじゃないかね、もうそうですね、おっしゃるオープニングスタッフなんで、本当あの顧客様にもね、はい、信頼が分ける、あの本当あの重鎮中の重鎮っていう感じでね、はい、あ、戻ってます、はい、お願いします。お願いします。はい、じゃあお願いします。これは？これはまあ今季おすすめと言いますか。はい。多分伊藤さんのね、馴染みのあるものですね。私ね、はい。ウルリッチは、ね。これはウルリッチですけど、もともとあのシェラデザインのあのマーケンパーカー。こちらは60/40という、はい、あの黄金の比率の梱包の生地を使ってます。今季こういったアウターが結構。おすすめといえばおすすめですね。これはあの色も結構揃ってますし、はい、何色があるんですか。この色とベージュ、はい、赤ですか。あとはオレンジ、オレンジか、あとグリーンとネイビー、そうですね、ブルー、はい、ブルー、当時シェラってどんな色だったんですか。ベージュ系ですか、やっぱり。あ、そうですね、やっぱりベージュがメインだったんですかね。はい、これってその当時のシェラのディティールとか、はい、ディティールは、シェラーはこれ2つポケットがこう4つポケットだったんですけど、これなんか3つですね。完全にじゃ あのそのシェラーのやつをやってる時はちょっ と, なと思いますけど、これなんか、はい、何ですか、 P&O のポケット、こんなんでしたね。 ありましたね、はい、P&O、まあ、こういうポケットもね、あって出し入れが、ここはフラップですから、ここからさっと出せるものをっていう感じですかね。あ、なるほど、はい、イナイマスターだったらこれだったらどんな感じでコーディネートされるんですか。普通ですとデニムとかで合わせちゃうんですけど、うん、まあ、ウールのパンツとかですね、ちょっと大人っぽい雰囲気、はい、
まあ、ミックスコーディネートですね、ウールのパンツにこのね、はい、そうですね、アウトドアモノパンツっていうのはね、はい、あとはこの M65 タイプのデザイン的には結構スマートな感じで着れると思います。本物っていうか、はい、あのサープラスものだともうちょっと袖が太かったりとかしてます、ね、目幅広かったりしますよね、はいはい、します。当時はそれ着てましたよね、みんな。みんな着てましたよね、はい、これのね、あのサックスブルーとかオリーブとかね。サックスブルーって僕はあの当時あんまり覚えがないんですけど、そうそうそう、サックスブルーってあったんですか。あったんですよ、実は。あったんですか、うん、サックスブルーあったんですけど、まあ、それをなんか中村さんもやっぱり、あの私どもトーンですね、そうですね、あまあその頃のもの結構ご自身もお持ちだったので、まあ、それの焼き直しみたいな感じですかね。そうですね、中村ディレクター色ですよね、これ。ああ、そうですね、実際着られてますしね。はい、そうですね、まあ、この辺の、はい、まあ、アウターがこの春おすすめではありますよね。あ、このレングスのものが結構今季いろいろとやってると思いますよね。ああ、うんうん、やってますね、いろいろ、はい、いいと思いますね。軽く羽織るのにね、素材もこう薄くて、そうですね、はい、いいですねしか言ってない。春にさらっとそれアシスタントなんであんまり出しゃばっちゃいけないなと思います。いや伊藤さんは必ず確実に持ってた種類ですよね。そうですね。伊藤さんこれ着てみてくださいよ。それいい。おお、もう何やってんだよ。そう。でも伊藤ちゃんこれかっこいい。伊藤ちゃんそのものじゃないですか。そうですね。かっこいいね。こうネイビーブレザーにしてホワイトパンツに。かっこいいですね。これグリーンのね、はい、うん、もちろんベージュ着ていただいてもネイビー着ていただいてもいいですね。そうですね、はい、軽い色も合わせて着ていただきましょう。これはまた爽やかになっちゃう。爽やかで、これはでもいいですね。かなり細身でこうなんていうでしょう、こうすっきりしたこうスタイリングになってますね。サイズいくつですか。これサイズがですね、これ S ですね。伊藤ちゃんだと M かな。そうですね、うん、まあ、身長172センチなんで、あ、 M ぐらいだね。 M ぐらいですかね。かっこいいですね。これはこれでまたすごくいい、はい、両方ともいいですね。それぞれいいです。はい、さすがになりましたですね。ありがとうございます。どうですか伊藤さん、この2点は、はい、あ、この2点はもう僕も欲しくなりましたね。じゃ今買いますか。今ですか。今ちょっと給料前なんです。ちょっとなかなかあれなんですけど、いやでも欲しいですよ。もうちょっとね。これもサイズ S でしたね。はい、S ですね。はい、両方とも非常にいいですね。気に入ってしまいましたね。はい。やはりあのアメ横育ちなんで、ね。アメ横育ちね。アメ横のセンタービル。両方ともね、アメ横のね、こうセンタービルなんかに売ってそうなね、老舗のお店にね。確かに。そんな香りのする2点でしたね。ね、はい。皆さんありがとうございます。はい、あ、やりますね。やりました。これは今はあれですか、週4日が出て、何曜日と決まってるんですか。決まってますね。月水土日です。月水土日いらっしゃるんでね、はい、あのいらいましたね。アメリカもののこととか、まあ、当時のねこういろんなスタイルとか、ね、あの伺いたい方は、ね、ぜひ月水土日、はい、あのいらいましたね、いらっしゃいますんでね、お待ちしております。ぜひお待ちしてます。平山さんありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。秋田くんじゃん。はい、秋田くん、秋田くん今年なんだっけ、もう、はい、7年目だっけ。今年、次で7年目だよね。はい、なんかさ、はい、秋田くんさ、はい、俺たちのことを裏切ってなんかさ、はい、本当にディレクションに行くみたいな。そう、言い方が3月から、そうです、3月中旬からビームスゴルフ、ビームスゴルフ、また今ゴルフ頂点に、はい、今飛ぶ鳥を落とす勢いで今めちゃくちゃ売れているビームスゴルフですね。そうそう、ね、ゴルフの方にゴルフ結構やってまして。やってるんだ。はい、週1、まあ、月2回以上はコースに行ってるってこと。ラウンド行ったり。すごいね。すごい話が合いそうですね、お二人。あ、武藤さんね、初めてさ、あの4ヶ月ぐらい髪型も一緒。髪型も一緒。今年になってから1回もあの練習も行ってないんですけど。あ、そうです。去年は、ね、あの4回あのラウンドしてね、はい、あの千葉の方と、あ、はいはい、あと甲府の方かな、シャトレーゼとかああいうところで、いいですね、こうアップダウンの激しいところで、はいはい、山の上からこう巡ったりいろいろしてましたけど、ゴルフにも使えるような。ああ、なるほど。なかなか難しいですね。で、僕らの、はいはい、そうですね、で商品構成の中でもちろんその、ね、あのアクティブな商品もありますから。ありますね。じゃあ秋田君こう見てきて、はい、早いですね。さっき紹介されました。どっかで見た。あら、じゃあ行こう。また、これ何。これウーリッチのウーリッチのいましょうって言って違いじゃん。間違い、いいですか。いらっしゃい。これのにゴルフに使える、はい、これゴルフに、はい、結構最近まだ原沢ウェイので、うん、はい、
でこれ着たまま打つってこと？もちろんです。ああ、そういうのができるんですね。で、発生性もあるので、雨とかも全然着ていただきますので。ウールパンツ、ウールパンツか、まあ、もしかこういう PT のアクティブ。俺 PT アクティブ、これ僕あのゴルフでこれ履いてますから。ですか。あ、そうなんですね。これストレッチ性めちゃめちゃ、これいいよ、はい、ゴルフで非常にいいんだよ、非常にいいですね。すごい伸びるし、すごいですね。おすごいですね。2回目行った時にもう土砂降りの雨で、はいはい、でこれ履いてたんだけど、ハーフ終わって、はい、あのライブハウスに戻って、はい、お昼とか食べてるうちにもう乾いて、早いっすね。そう、それでこう打つ時にもこうなんていうの、あの普通のパンツと違って伸びるから、はいはい、非常にこうやりやすいし、はい、こういうところになんかいろいろね、あのピンとか入れたりできるし、ここにもあるんです、うん、ここにもあるんで、まあ、ボールも入れられますし。あ、そうですね。これゴルフウェアですか。ゴルフウェアじゃないです。でもゴルフで履かれてる方多い、うん。あ、そうですね、はいはいはい、僕が取引しているあの取引先の社長さんなんか結構いろんなところが入ってますね。ああ、はいはい、実際にね、いいですね。普通にも使えますもんね、お仕事とかでもね。そうですね、普通に、はい、もちろん、はい、あのゴルフでもいいんです。ジャブスなんかでね、よくあの仕事してるっていう方もいらっしゃるから。あ、いらっしゃいますね、まあ、そういうこう、ね、こういう PT のね、こういうアクティブっていう、こういう素材のもの、うん、でやっていただくのも非常にいいのかななんてね、いいですね、いいですね。アキちゃんもゴルフウェア結構持ってる。結構そうですね、持ってて、うん、そうです、毎月編んでいくんだもん、ね。ああ、まあそうですね。大学か高校からゴルフ。大学ぐらいからですね。もう本当遊びで友達とやってるぐらいなので、ね、全然僕はないですけど。お金持ちですね。いやいやいや、確かにすごいな。ぜひ伊藤さんも一緒に。あ、私ですか。私も。じゃあゴルフ対決行きましょう。ゴルフ対決ありますか。ゴルフ対決。ゴルフ対決やりたいですね。トムトンの。ぜひ。はい、ムズゴルフあの上手い人ばっかだからね。そう、上手いですよ。そうですね。はい、そう、結構上手い人ばっかりだから。はい。ドローボールの打ち方とかね、嘘です。そんな、まっすぐ飛べないよ。左にドックしてる時はね、こうドローボールで攻めたいなって思ってるんですけどね。そんなうまくいかない。そんなうまくいかないです。まっすぐ飛べば、コロコロ転がってもいいから、まっすぐ行けばいいです。両方行かなければ。はい、な感じで、まあ、今日、まあ、最後でしょ。ファッションチェック今日あるんです。そう、ファッションチェックは今日はないんだけど、今日のコーディネートのポイント、ポイント、あとは最後に、はい、ビームズゴルフに行ってからのこう抱負なんかを聞かせていただくと ね、いいですね。わかりました、はい。ファッションポイントは結構モノトーンが好きなので、うん、ただモノトーンの中にも、そうですね、黒のジャケットなんですけど、ね、モノトーンの中にもちょっと色が、はい、ピンクが入ってたりとか。申し分ないね、このピンクにこうピンクね、はい、ちょっとボールのポイントでパフに入れてね、うん、そうですね、入れてこれドンムッドをね、こう完全にあのよく見てる。対策してますね。対策済みだね、これこのコーディネート。そうなんですよ、通常は結構サングラスとかも入れてる。ああ、いいですね、まあ、たまに、はい、うん、でバッチリです。疲れに行ってるな。あの柄、意外とこうジャケットもヘリーボーンで、うん、シャツもストライプ、ネクタイもストライプ、パンツもちょっとチェック、ちょっとガラガラでうるさいんですけど、いいです、ね、でもモノトーンで合わせて、ね、意外と、はい、透明るとそんなにうるさく感じないように。でまたこうさりげなくこの辺の色からソックスもパープル系ですね。本当ですね。ちょっと合わせてみました。あの私もあのこの色にソックス合わせて、はい、インナーとソックスを合わせております。まあ、小村さん気に入ってるんでね、私も、はいはい。じゃあこれからビームスゴール来月3月、はい、そうです、3月16日から、はい、一応ビームスゴール有楽町店なんですけど、この丸の内から結構近いんです。まあ、すぐ歩いてるだけですからね。歩いて10分15分で着くんで、そんなかかんないね、はい、5分ぐらいね、はい、あのドレス好きな方でゴルフも好きな方はぜひいらしていただければと思います。よろしくお願いします、うん。はい、ありがとうございます。じゃあビームズゴルフでもこういう格好でやってるの？わ、もう全然違う格好です。もう完全にゴルフでおそらく立ってると思いますので、ね、ゴルフ行って、ね、頑張ってください。ぜひゴルフやってください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました、はい、どうもありがとうございます。今日はどうも、はい、ありがとうございます。あ、大丈夫です、大丈夫ですよ。はい、ということで、何俺に被したんだろうな。はい、まあ、2週目ドンムッドで、はい、まあ、今回から、ね、ちょっと趣向を変えまして、あのスタッフのおすすめを、まあ、僕と伊藤さんで ね、あの紹介の お手伝いをねこうしていきたいなと思います。前回大阪地区、大阪神戸、はい、結構あの行ってきたんです。一方の、まあ、関西地区からこう、はい、九州も行って、九州行ってもいいですね。北海道なんかもやっぱり来ていただきたいってね、あの視聴しているお客様なんかもいるんでね、はい、ありがとうございます。あの なんとかねこういろいろこう日本
統一してね。そうですね。あの天下統一をねドンムッドでしていきたいなと思いますのでね。はい、はい、じゃあまたあの今回のご視聴ありがとうございました。今日もご視聴ありがとうございました。ドンムッドネのベッロベッロでした。ありがとうございます。ありがとうございます。ではまた。これもあるんだ。でもこっちの方がシンプル、合わせやすいです。そうだよね。何買うんですか。俺のゴルフクラブのやつついてないからさ。あ、そう、なんで、なんですか。ゴルフバッグか。バッグにつける。へぇー。つけるんですね。そうね、だからネームがこう置いててくれるんだよね。はい、そうです、そうです。俺も知らなかったんだけど。楽しいですよ、ゴルフは。ゴルフは楽しいです。よし。